シラノ・ド・ベルジュラック、サビニ&シラノ・ド・ベルジュラック、1619年3月6日から1655年7月28日は、フランスの剣術家、作家、哲学者、理学者。1897年上演されたエドモン・ロスタンの戯曲、シラノ・ド・ベルジュラックにより名を知られた。作品の中では、容貌、大きな鼻に悩みながら、一人の女性を胸中で恋したい続け生涯を終えいく、騎士道精神や正義感の強い男として描かれる。1619年、パリ高等法院、ル・パーラモンでパリに席を持つ、弁護士、アベルド・シラノ、アベルデ・シラノの第4子として、パリのドゥ・ポルトガイ、リュ・ドゥ・エポッツ、現在のパリ2区、デュスーブ街に生まれる。母は、エスペランス・ベランジェ、アスパー・インス・ベイロンジア。時は、ブルボン朝のルイ13世の地下、30年戦争の時期にあたる。幼少時は、祖父からの領地であった、サン=フォルジュの司祭宅で教育された。サン=フォルジュは、パリの西南西 30km、現在のイブリーヌ県の南域の小都会で、その中にベルジュラックという一角がある。シラノのド・ベルジュラックは、そこに由来する。ドルドーニュ県のベルジュラック市とは別。10歳でパリ大学に付設するボーベ学院の前身理獣学院に入学し、1639年20歳で学園を離れた。生涯の友アンリ・ルブレットと共に、カルボン・ドゥ・カステルジャルー、カルボン・デ・キャステリアール隊長式のガス購入の青年隊に入隊した。しかし出世には至らず、1640年30年戦争のアラスの後位戦で重傷を負い、翌年軍隊を去ってパリに戻り、回復後さらに剣術を習った。100人を相手にして2人を殺し7人を傷つけた武勇伝がルブレの書簡をもとに伝わっている。また、科学、哲学を研究し、デカルトの論的の自由思想家、ピエール・ガッサンディやラモトルバイエに学んだと言われる。また、ポール・スカロン、シャペル、モリエールなど自由思想的文人とも交わって、唯物論的な文筆生活を送った。この頃から、1653年まで、彼は年長の開逆詩人、シャルル・コアポーと同性愛の関係を結び、その間の通信文が伝えられている。1648年に貴族とパリ高等法院とが、王権に逆らったフロンドの乱が始まると、シラノは経済的な理由から反マザラン派に属し、最初マザランを風刺する詩集、レ・マザリナードを書くが、2年後には一転、フロンド派に反対する手紙を書き、反マザラン派を攻撃した。この時年来の友人たちと次々にいさかいを起こした。1653年から、ダルパジョン公、ルイ、ドゥック・ディー、ルパジアン、マルキでセイバーク、モンケラン・エオトラ・ローの庇護を受けてその館に帰職し、1654年、悲劇、アグリッピーヌの死をルイに捧げ、喜劇、担がれた弦楽者も出版した。同年、ルイの館で材木が頭に落ち重傷を負った。これが偶然か復讐かには、説がある。ダルパジョン公の援助のもと、末妹のカトリーヌ、キャスリンと、二曹院長、マルグリット・ド・ジェズ、マーガレット・デ・ジーザスとルブレトに引き取られ、一年余り介護を受けた。1655年7月、パリ近郊産のオア村の重慶、ピエール・ド・シラノ、ピエール・デ・シラノの家へ移り、5日後の28日に36歳で死去。死因は頭の傷でなく梅毒であった。後に、ペール・ラシェーズ墓地に移送された。月世界旅行記は、没後の1656年、ルブレが序文、伝記を付して出版し、太陽世界旅行記は1662年に刊行された。合わせて SF の先駆的な作品とされる。弦楽者先生は、モリエールがスカパンのワルダ組、レ・フォーブリス・デ・スカポーン、1671に表説したことで、かえって知られた。また、ジャック・ローが1671年に出版した物理学概論トレイト・デ・ファジークは生前のシラノの草案によるとされる。作品の冒頭では、作中人物たちの会話によって、月は光の円盤などではなく、地球と同じような天体であり、立って歩くこともできるだろうということ。もしかしたらそこには、我々と同じような人間が暮らしているかもしれないこと。惑星も地球と同じような天体だろうということ。他の星々は太陽と同じような存在であるが距離が遠すぎて光の点にしか見えないこと。その無数の星々それぞれに惑星があるだろうということ。宇宙は無限なのか、そこに果てはあるのか、など主人公の宇宙観が語られる。主人公は本当に月が地球と同じような天体であるかどうかを確かめるために、いくつかの装置を作成し、月を目指す。最初に完成させた装置は、水を入れたボトルを大量に体にくくりつけたものだった。太陽に熱せられた水が上昇していくことを利用し、この装置を用いて、主人公は空に浮かび上がるものの、月までは到達できずに、地球の自転の影響のためか、出発地のフランスから遠く離れたアメリカ大陸に着陸する。最終的に主人公は様々な偶然もあってロケットを6つ合わせて1段となし、それを何段にもわたって配置した装置で天高く舞い上がり月へと到達する。1段目のロケットが燃え尽きると2段目に点火し、2段目が燃え尽きると3段目に点火というように主人公の体は急速に加速されてゆく。火薬は早くにすべて燃え尽き、ロケットなどの装置はすべて地上に落下したものの、主人公の体だけは、なおも月に向かって進んでいく。地球を遠く離れ、やがて月に近づくにつれ、主人公は月に向かって徐々に落下していくのを感じる。主人公は、地球に引力があるように、月にも引力があるのだろう。月は、地球よりも質量が小さいので、その影響する範囲も小さく、月に近づいたことによって、やっとその力を感じることができたのだろうと、一人つぶやく。月には4本足で歩く知的生命体が存在し、地球人とは異なる独特の風習や考え方を持っていることや、機械仕掛けの喋る本エルオトラモンで、オーユーレイタエエンプヤーズでエルエルンなど、ガツ世界の発達した科学文明の様子が叙述される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。